どうもっとピスタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエドスタソスロゴス。さあ始まりました、始まりました、ピスタチオのエドスタソスロゴス。はい、始まりました。よろしくお願いいたします。お願いします。どうもさあ今回貴重な府中店さんでございますよ。来ましたね。来ました。府中は最近調子いいですから僕は。いや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 、もうシーズン3始まってから伊地さんずっと調子いいですよ。調子もうなんかやっぱ分かるんだと思う。何がジャグラーがの神様が何伊地、うん、ジャグラーこんだけ愛してくれてありがとうと。あらららら、お前は形してやるよっていう。やっぱね、あら微笑みかけてくれてますか。微笑みかけてきてる。なるほどね。はい、ということでまあシーズン3が始まって、はい、今回4回目でございますけども、はい、まあルール説明を、はい、全12回打って1人3333枚、はい、とりあえず流すという、はい、ことでございますよ。3枚じゃないですかね、これはね。3枚じゃないです、はいはい、流した枚数が3333枚、はい、で、バケが先行するとどんだけ出してても、ゼロになります。その回はね、その回は、はい、はい、で、ここまで3回の合計で僕が193枚、はい、ピンチ。やばいですよ、かなりやばいよ。ピンチ、かなりやばいですからね。はい、かなりやばいです。伊地さんがイニゴッキュです。へ、イニゴッキュです。イニゴッキュ、はい、何ですかそれは。1259枚です。わかりづらい、わかりづらいです。イニゴッキュ、イニゴッキュはわかりづらいです。1259枚ということで素晴らしいですよ。はい、でこれ先に言われてるんですよ。3333枚戻出せばいいからもう余裕だなと思ったら、そうだよ、もう何打ってもいいですよ。そうだよ、ただその計算にはならないですけど。そうだよ、全然好きなの。別に他の台打ったっていいし。そうです、来なくたっていいって言われてたのに。それは言われてないですよ。え、それは言われてない。リモートでいいって言われてるから。ダメです、リモートでできないでしょパチンコは。リモートでパチンコスロットジャグラー自分で実機買って家でリモートでいいよって言われてますから。それ面白いかやってて自分で逆に。面白いんだよね、面白いね、面白いんだよ。面白いかい。かまいたちさんが、うん、自分たち YouTube でさ、うん、北斗の実機買ってさ昔のさ、うん、打ってるっていうのをずっと見ちゃったもん、うん、見てられんだよあれ。こうエタスパッドそれこそはダメです。ダメですか。はい、あれは私大ピンチですから。ほんとよ、うん、さっき開いていきましたけど開いてはゼロ。なんか余裕ぶっこいった感じで、うん、この移動中の車内で、うん、ずっと俺らみんなスタッフさん作戦寝てたのに、はい、おただずっと寝てたけど、うん、あなただからね、うん、作戦練ってたん、はい、あれ作戦練ってました。レッドラットレイシーどうやったら売れ上げの伸びるかっていうのを相談してたんじゃない。もう噛んでるのダメです。噛み倒してるんでもうダメです。いやだからもう本当に、うん、あなたがそうよダメだったら、うん、俺の歴がなくなるからね。そう、1人3333枚出したら続きますから。私が行かなかったらもう2人で共倒れでダメになります。まあでも俺はなんとなくごますりをちょこちょこしてるんで、うん、最悪じゃあ伊地さん1人で行きましょうかっていう風になる感じには持ってこうと思ってる。ずっと1人でやりたがってるんだから。ひどいよこの人、ひどいですよ。ひどいよじゃないよ。行きましょう、もう行きましょう、もう行きましょう、行きましょう。やるよとにかく、はい、やるしかないんだから。そうです、とにかく頑張ります。行ってきます。さあ店内入ってきましたけども、はい、どうしましょう。もうね正直言うとね、はい、私はね打つ台が分かりません。あ、分かんないですか、うん、じゃあこれでお願いします。なんでそんなスッと決めんの。え、なんでそんなスッと決めんの俺のやつ。適当に、なんで適当に分かんない。じゃあこれでいいですかということで言われたんで言ってやろうかな。じゃあ伊地さんが決めた台これいきます。言って言ってみようかな。何やんの。え、何やんのこれ。いや、違う違う違う、あなたは何やんのってこと。だから、うん、僕第2第3行くんで、うん、私はレバード第1、うん、そんなシステム取ってないの。なんでここで2人で座んなきゃいけないの。2人でそんなのダメです。それはダメですね、うん、もちろんダメです。決めてください小沢さん。もう俺はもう小沢さんがまずじゃあまず台を選んで、うん、もう先に選ばせるんで、うん、その僕がその小沢さんがやりたいって言ってる台を、うん、取っちゃったらいけないと思ってますんで。全然そんなことないです。小沢さん今、うん、負けてますんで、うん、小沢さんが先に選んで。俺ねこれ気づいたんですよ、はい、さっきもこれカメラ回る前にマジで最近小沢に選ばしてるからねって言って、はいはい、そのなんだろう、自分が負けた時俺のせいにしようとしてるでしょ。いや小沢さんそんなことマジで思ってないですし、うん、早く決めてください小沢さん。もうどれ言ったらいいか分かんないんだもん。じゃあ俺マジでこれ選ぶ努力はしてください。選ぶ努力だけは。違うの、開いてんで、はい、やっぱファンキーって枚数か
獲得しようと思ったんだけど、稼ごうと思ったんだけど、その作戦が失敗したから分かんなくなってんだよな、正直言うと。僕マジで決まりました。どれ？本当にマジでこれいきます僕。なんで急に？2回で、うん、2回とも100回転台に引いてて、うん、まあ、2回だから前この感じダメって言ったけど、うん、もっと出てて、うん、化けに寄ってたら危ないんだけど、うん、まだ2回しかついてないから、うん、これピック戻す可能性あると思う。なるほどね。俺じゃあここ行くわ、マジで。伊地知さんがここって言ったやつ。いや俺適当よ。いやいいよいいよ。いいっすか？うん、全然いいよ。いいの、いつも走り台だけど。いや、うん、なんか僕ね、なんか端打ってた時に思うんだけど、うん、なんか真ん中に結構出てるイメージあるんだよ。そうこの辺。そうなの、そうなの。イメージあるよね。そう、わかるわかる。この3、4台でどれが吹いてるよね、うん、いつもね。うん、あるよ、0回のありますよ、0回の。あるよ。いや俺もう伊地知さんが言ったこの台で。じゃあ僕これ行きますよ。行きましょう行きましょう。さあ決まりましたよ。はい、行きましょうか。行きますか。早速やるしかないからね。うん、行きますよ。せーの、です。ちょっと待ってくださいね。はい、あ、ちょっと待ってくださいね。じらす、せーの、はい。マジでやばいんだよな今回、本当に。死活問題、死活問題です、マジで。これはね、やばいよ、なんとかしないと。昔の俺を見てるようだな。なかなか3回連続でこんなに勝ってるってなかなかないよね。もう負けないんじゃないかな、もう。あら、自信満々じゃない。申し訳ないけど乗ってるね。今回も光る気すごいしちゃうもん。伊地知さん、前回の飛来点での、はい、作戦がだいぶ良かったんじゃないですか。作戦通りいきましたからね。うん、あの作戦はね、ちょっとスタッフさんも驚いてたよ。本当勝本なんじゃないかっていう、あれが勝ち逃げね。そう、勝ち逃げパターン、ファンキーとかやって、そこから出たらちょっとおとなしめな、うん、まあ、でも出なきゃいけないからね。そうなんです、まあね、そうなんです。もう前回俺その作戦をやろうと思ってファンキー一択で決めてたの。はい、そしたら見事に出なかったから。いや、そう、それがあるからね。もう自分でどんなのがいいのか分かんなくなっちゃったね。やめよ、マイナスなことばっか言うの。マイナスじゃないです、プラスに行こうよ。気持ちだよ。気持ちで負けてる、私もう。負けてるよ、気持ちで。申し訳ない、そんなつもりないんだけどな。ネガティブにやめようよ、楽しい話を。そうね、そんなことは言わないで。もうすごいな、勝ってる人間ってすごいな。子供が生まれてさ、うん、全然飲み行けないなとかさ、うん、奥さんに気遣って全然遊びに行けないなとかさ、うん、麻雀すら行けないなとかさ、うん、最近楽しいことないなっていう話もやめようよ。最近楽しいことないなって言ってない俺。え、家族で過ごしてんの楽しいなって言ってる。でもなんか違うんだよなって言ってたとこやめようよ。言ってないです。やめて、そんなこと言うの。え、あることないこと言うのやめて。何が？俺言ってないです。その、確かに結婚ってこんなはずだったっけなって言うのやめようよ。言ってない、言ってない、やめてくれ。見るから奥さん。何何何？奥さん見るから。何？やめてくれ、言ってないから。俺結婚しなきゃよかったかなってさ、言ってるか、楽屋でつぶやくのやめてよ。おい、やめろ。え、やめろ、言ってないから。そんなこと、確かに麻雀とか行きたいなとか、え、パチンコスロット行きたいなんて言うけど、うんうんうん、家族と行って楽しいって言ってるし。、うん、結婚して後悔してるなんて一言も言ってないから。結婚も後悔してるとまで言わないけど、うん、これが果たして正解だったのかなって言うなって。言ってないじゃん、そんなこと。小沢ねえ、伊地知さんが聞いてくるじゃない、小沢結婚生活どうなんって言って、俺楽しいよって言うと楽しくなさそうだなとか言うじゃん。その勝手に変換してるから。ただ小沢さん、何よ、こういうのって、うん、そうだよな、ごめんな、あの時言っちゃってって言ってたら、うん、多分言ってないんだろうなってなるけど、うん、そんだけ必死で否定したら、うん、言ってるんだなって言ってる感出てんの、これ見てる人は、うん、あ、言ってるなってなる。こんだけ必死で否定するってことは本当に言ってんだろうなってなっちゃうから。言ってないです、皆さん。私は家族といて幸せですから。こんだけ否定するってやっぱおかしいもん。芸人で、芸人で乗ったって言うわけじゃない。そうだよな、確かにみたいな、うん、そういうことしないで、こんだけ固くなに否定するのはやっぱ怪しい。
怪しいって言うな。否定して。どうなんだろうな。あなたが否定して。じゃあどうなんだろうな。言ってないですよって言って今。どっちでしょうね。言えよ。奥さんはこの番組のことをエトパトロゴって呼んでます。いないですその人。なぜか巣をカットしてます。ちなみにエトパトロゴかって言ってます。やばい出ないね。出ないね。二人ともあれ初当たり遅いぞ。おとなしい。トントントン初当たりさん、そろそろ出ておいで。トントントン初あたりさん、そろそろ出ておいで。お待ち時間かけてきました。あら本当に出るか。あトントントン初あたりさん出ておいで。あトントントン初あたりさん出ておいで。というわけで今週のエトスパトスの終わりでしょうか。終われるかそんなんで。初あたりさん出ておいでで終わる。エンディングテーマ。やだ気持ち悪い。ぬるっとした気持ち悪い。でオープニングはだいたいなんかポップな、うん、そういう感じでアップテンポの曲なんですけど、うん、エンディングってだいたいこういうぬめっとしたのが多いから ローが多いから。エンディングこれはちょっと見てられないです。エンディングやだやだ。初あたりさん出ておいで。こちらでいきたいと思います。もう負けた時のエンディングじゃんそれも。こちらでいきたいと思います。おー惜しかった。おいよし。おいおいおい。マジ大事。ここ大事よ。ここマジでやめてよバケ。本当にマジ大事。本当やめてよバケは。よしよし嬉しい。よし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 。今お隣のお客さんからも拍手をいただきましたので、ねえ余計なこと力をいただいて余計なことしてくれましたね。なんでそんなこと言うのね。なんでそんなこと言うの。拍手してくださって応援してくださってるの。余計なことしてくれましたね。そんなことないよ。あれちょっとやさぐれてんじゃない。やばいんじゃない今日。あら中って危ないよ伊地知さん。でも前回開いてんで伊地知さんに言われたちょっと一喜一憂しすぎって言われてるんで、はいはい、それちょっとちょっとちょっとお静かにお願いします。お母さんそんなうるさかったかな。ちょっとお静かに。あはいすいません。光ってますんでここ、はいすみません、すみません。ここ光ることがメインの番組なので。あ、分かってますよ。ちょっと静かにすみません。はい、すみません、はい。見せろ、見せろ。バケです。何笑ってんだ。いや、隠しに行ってまさかのパンってなってるのがバケだった。何を笑ってんだ、お前は。いや、今のは面白いでしょ。なあ。今のは面白かったでしょ。やばいよ。まあまあ1回目だから最後に。いやバケが3回戦かちょっとね。ああそういう台っぽいの。なるほどね。そこを見てやばいよって言ったのね。ちょっと俺サクサク大移動作戦で行こうかな今回。移動しろよ。移動してこい。移動してって言った。移動していけ。移動どんどんねえ。結構なんか今までその移動あんませずに1台をやってるイメージあるからな。もうだからこれもう時間が短いから。そうそうなの。もうあれだからもうその設定とかもそうなんだよもちろん、うん、タイミングとかは大事だよ。そうなんですよ。そうなんですよ。結局さあ100は超えました。やめないねまだね。150でやめる。やばいよ飲まれたよ。あれ飲まれたよ。やばいよ。全然そんなまだまだよ。シェシェ気合い入れ直した。シェ気合入ってる。やるしかねえんだよこっち。シェウリーやるしかねえんだよこっち。ウリーこすってるね。いいよ。やるしかねえんだよこっち。ウリーえぐい。やるしかねんだやるしかねんだ。やっちゃえよおいこれ。
ぐる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 ぐ角2に行きます。俺も思ったのにちょっと、そうでしょう、ちょっとあれと思ってんだよ。それそうなの、結局な角なんだよ、うん、府中店さんはやっぱね角2です。お隣がすごい当たってるんで拍手しときます。やっぱりね、先ほど僕がへかった時におめでとうって言ってくれたんで、そういう優しい気持ち大切だなと。なあ、余計なことしてくれたよな。なんでそんなこと言うの。そんなこと言うからその結果なんだよ。あなた、ああほら、そうなんだよ、ほら角なんだよな、角になんですよ。で、あと拍手効果もありました。これビッグやつでかいよ。でかいよ、ほら、これはでかい。あ、これはでかい。隣のお客さんと仲良くなりますね。これはでかい。移動します。急な決断。隣に移動します。あら、確かに中もあるからね、言ってたけど中出るよ。あ、出るよね、多いよね、結局イメージだけどね、あくまでも、うん、はい、勝った、OK、ありがとうございます。ほら、ほら、これビッグやったらもう決まるよ。決まる、決めたい、決めたい、はい、決まった、ゴール。往年のカズダンスをこの時代にカズダンスやってる人いないよ。この2021年に。はい、あら、プーということ。いやでも俺マジ怖いからね、バケ1回引いてるから、ね、ここマジで大事だもん、ね、確かに大事。あー、危ねえ、危ねえ。あー、ほら、あれです。な、今日は3人でお届けしてます。さあ、二人ともビッグ終わりましたよ。こっからですよ、始まりましたよ、エトスパトスロゴス。はい、あ、はい、こういうことです。私もです。ここ大事。マジで？で、今フリーズしてました。ビッカク、ビッカク、ここ大事よ。先どうぞ。いいですか。いいよ。うーわ、ねえ、あら、バケ、うーわ、これはやばい、危ない。ありがとうございます。素晴らしい。いや、ビスマルクじゃないんだよ。よくわかったね、ビスマルクじゃないんだよ。往年のビスマルクポーズでビッグを、1個前2人で同時にペッカったじゃないですか。はい。で、先に伊地さんからどうぞっていうやり取りしてたじゃないですか、うん。隣のお兄さんがですね、2人で同時にやればよかったのにっていうね。本当ですか。はい、じゃあ言っといてください。何、うるせえ、黙れ。そんなこと言うなって。そんなこと言うなって。え、応援してくださってるんだから。ああ、応援してくれてるんですね。そうですよ。あ、文句じゃないですね、ごめんなさい。そうですよ、文句言ってきたわけじゃないです。そう、もちろんもちろん。あ、すいません、すいません、うん、応援してくださってます。ごめん、ちょっとカッとなっちゃいました、すいません。バケが先頭してたもので、こりゃ今日のイジチは負けますよ、皆さん。これはもうズタボロになって帰りますよ、彼は今日。小悪い父が出てきた。小悪い父。ちょっとダメだね。やっぱ、うん、負けてると小悪い父出てくるからね。そう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 。これを待ってたんでしょ、みんな。これを。なんか怖いのが、やっぱここから飲まれることもあるのが怖いよね、やっぱね。全然あるよ。全然あるよね。はい。お。はい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 。は、はい、は、はい、パ、おめでとう、ありがとうございます。ここマジで大事。もう右行っちゃおうかな。行っちゃう。
怖い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 先見せちゃう怖いから真ん中怖い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 これマジで怖い大事大事よあーあーお光った光りました私もあここ結構大事私もいや小沢も大丈夫よいやでも枚数枚数 あなたはもう枚数枚数大丈夫よ合計の枚数がほらはい素晴らしい忙しいはい素晴らしいあれ僕3ビッグ1のバケ3だよねバケ3かな3やばいなこれはやばいねビッグ2でいいんだよあビッグ0あそうかビッグ1のバケ3だよねうんやばいやばいビッグ2でいいんだよとりあえずきましたかあ終了です小田さんえ端っこからうわやらだらだこれはまずいえビッグ1バケ4これはまずいちょっともうビッグ1 、うん、バケ4の段階で、うん、もうちょっとこれ今回僕プラスに持ってくのだいぶ難しい。あ、光りました。おろおろ。光った。言おうとしたら。まだある、まだある、まだある。まだあるよ、まだあるよ。まだある、まだある。はい。厳しい。厳しくなったね、はい、だいぶ。ちょっとはい、ビッグ1回、はい、バケ5になっちゃったんで、はい、もう今回プラスに持ってくのはもうほぼ僕不可能なんで。厳しいです。ちょっと一旦。ここで次回予告だけ挟ませてもらっていいですか次回予告次回予告だけ、はい、どうぞどうぞもうこの後僕も打たない可能性もあるんでやめる可能性あります一旦ここでゃ、うん、もう動画止められちゃうと、はい、次回見てもらえない可能性あるんでもう次回予告だけ、はい、次回予告はいどうぞどうぞ次回予告あのエトスパタスロゴスのにまさかの楽器初参戦怒涛のジャグレンでまさかのプロリこちらですあどういうことジャグレンしてポロリしちゃういやだから見てもらったら分かりますよだからなるほどね絶対見た方がいい絶対見るけど絶対見た方がいいこれそれは次回うん出ちゃうんだからいろんなのが出ちゃうのそうまさかだったよね次回でも言っちゃったもんね今自習予告で楽器出る出ちゃうからね出ちゃうって言ったもんね、うん、最悪後頭部だけでいいなら俺髪型なんとかするから俺でごまかし聞かないからいや小沢ねうんごめん、楽器は無理だわ、うん、誰ならいけるただパフュームのノッチならいけるわ、うん、ノッチちょっとノッチバージョンって次回予告パフュームのノッチならいけるこの辺だけ抜いたら、うん、もしかしたら勘違いする方いるかもしれない本当にあのエトスパトスロゴスにまさかのパフュームノッチ参戦怒涛のジャグレンでジャグリングディスコこちらですこちらでこちらでいきたいと思いますお楽しみにチョコレートディスコ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 チャ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 普通にチョコレートディスコ歌わせていただきましたいやほんとそうよジャグリングディスコって言ってたのにいや違いますどうしたのかなと思った最後ジャグリングにするのかなと思ったいや違います違います普通のチョコレートディスコ、はい、普通にチョコレートディスコぜひあー光ったいいねおーありがとうございますいいですいいねいいですあらおお素晴らしい素晴らしいねこれ長友さんのポーズですサッカーのねサッカー長友サッカーシリーズまでやったのねやめてたのやってやって、うん、やめてやめてやんだよやるならずっとやって分かんないから思い出した思い出したねみじちゃんでもそんなに投資してないでしょしてるよえそうなのなんかずっとこう減ってなくなりかけた時にバケ引いてみたいなイメージだったんだけどしてるよあそうなのどのくらいなんですか120万してるねバカ野郎してるねじゃないんだよ仮想通貨でしょ違う違う違う仮想通貨の話今するわけない仮想通貨にいくら投資してるかって話じゃなくて120も言ってんのそんでやめろよねえ深く追求するなお前深く追求するな
いろいろ大変なこともあるんだからこっちも。あと何分ぐらいですか？1時間。あら。あ、まだ1時間だ。うん。まだ行けるよ、伊地さん。いやー、なかなかきついよ。まあ。あ、光った。すごいね。すごい。ねえ。ゾロ目だから。ねえ。ビッグだから。おお、すごい。ありがとうございます。ほら拍手してくれて。すごい。もうコンビ組めば。え、コンビ組めば。こっちの方と、うん、隣の人と、まあ、スムーズにスムーズにいくと。コンビ組みなよ。ちょっとうるさいです、小田さん。小田さんうるさいんで静かにしてください。僕のせいじゃないです、小田さん。すいません。バカにした目でこっち見るな。二人してバケバケだったみたいなんですよ。かわいそうっすね。小沢とその隣の人が人を下げすんだ目で見てくんだよ。さっき最初に言ってたら、なんかジャグラーの神様は本当に愛ある人に微笑んでるみたいなこと言ってたな。何がジャグラーの神だよ。そんなやついねえよ。わかるんだと思う。何ジャグラーがの神様が何一致、うん、ジャグラこんだけ愛してくれてありがとうと。あらららら、お前は形してやるよっていう、やっぱね。あら、微笑みかけてくれてますか。微笑みかけてきてる。なるほどね。はい。うるさい。喋りかけんな。喋れないじゃん、もう。喋りかけんなよ。そんなんされちゃったらもう喋れなくなっちゃうじゃん。自分がちょっと出てるからってこっちに喋りかけるな。自分がちょっとでも自分で笑っちゃった。もう終わりだよ、もう終わり。はい、終了。はい、終了。自分で笑っちゃったじゃん、もう。はい、光った。はい。おー、ほら。あー、初化け。しゃあないっすよ。あー、危ない。喧嘩売ってんのか。おい、いや、いじにやめて。喧嘩売ってんのか、これ。いじさん、いじさん、マシンに喧嘩売るのはやめてください。ガン飛ばしても何の効果もないです。喧嘩売ってんな、こいつ。おお、はいはいはい、来ました。来た。はい、来ました。やった。はい、来ました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。小沢さん、小沢さん、はい、隣の方に今日絶好調ですねって言ってて。いやいやいや、隣の方に今日絶好調ですねって。ビッグ1回でみんなで頑張りましょうって、小沢さん言っといて。ビッグ1回で俺からって、相方が相方が一緒に頑張りましょうって言ってるって言っといて、小沢さん。はい、言っといて。すごい、ビッグ1回でこんなに。じゃあ人と人はね、支え合ってんだよ。これ何が嫌だってね、はい、俺の代このバケをね、うん、とてつもなく引いてるだけでね、うん、合算はね、116分の1っていうのを、めちゃくちゃいいね。めちゃくちゃいいのよ。めちゃくちゃいい台だね。ただ化けに偏ってるってだけで。うん。さあ、初めて140回台に突入しました。何にも言ってくれなくなっちゃった。
なんで何も言わないか教えてあげようか、うん、多分ここ使われないからまあそうでしょうねそうでしょうね。別に小沢のその140回超えたっていう情報は、うん、多分使われないんで、うん、ありがとうちゃんと分かってらっしゃるのね編集をね。伊地さん、はい、150回超えました。本当にそれ大変だね。数字の問題だった。それ大変だね。140はダメだけど150は OK なんだ。こう怖いからね、油断してる700までいっちゃうから頑張んないとね。頑張んないとね。やっぱなんかこんだけ以来なんだけど、うん、今100分の1なのよ合算で、うん、すごく以来なのは間違いないんだけど、うん、あと20分ぐらいですかね、うん、はまりそうな気もするね。大移動もあるよ。あとバケ来るかもしれないからね、さすがに。そうだよね、俺もそれちょっと思ってんだよな。おー光った、よかった、よかった、お願いします。よし、素晴らしい、素晴らしい、よかった。なんかあんなこと言ってて結局ジャグラーの神は小沢に味方してくれたな。ジャグラーの神なんていねえよジャグラーの神なんてもういねえよ。早かったな、早かった。そんなもんいたら全部全員勝つんだからいねえよそんなもん。早かったな。なんでジャグラーの神って思う。あと10分です。お、伊地さん、あと10ね。あと10です。こんなこと言って、おー光った、すごいね、すごいね。あーまあバケん、はい、おろ、無音でした。あ、なるほど、多分無音でしたね。なるほどね。でもなんかそうだよね、んって言ってたもんね。正直ごめんなさい、こんなこと言うのあれなんですけど、うん、半分寝てたんで分かんなかったんですよ。寝てたんかい、おい、半分うとうとしてたんでちょっと分かんなかったんですけど、多分無音でした。ごめんなさ い, おい、もう取れたかいいかなと思って、うん、だいぶお兄さん男性との絡みやらしてもらったんで、うん、もう取れたか十分か、ちょっとうとうとしてたんで分かんなかったんですけど、多分無音でした言わなきゃバレないのになんで言うんだよ。いいやつだな。よし、あ、おめでとう。もうだからあれですよ、もう勝負終わってるんで僕の中で。そうそうそう、ごめんなさい見てる方本当ごめんなさい、勝負終わっちゃってるいくらここでバケビッグ取った取って、まあ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 、はい、あとだから終始の問題だだけだからね。はい、もうゼロなんで、とりあえず僕は枚数はあー光りました、すごいね、すごいね、すごい、ゾロ目、ゾロ目、ゾロ目33回。おお、びっくりした、すごい、すごい、すごい、やば。さあ実践終わりました。終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。すごい今日テンション高いですね。楽しかったです。前回はすごいテンション高いですけど楽しかったです。はい、あ、面白くない面白くないなんだこいつ、はっきり言った、なんだこいつ面白くないなんだこいつ、まあ、結果をね、はいはい、発表しましょうか。発表しましょうか。私282枚投資の、はい、2233枚。素晴らしい。小田さん、はい、だから危ない危ない、うん、ギリギリでいけたとか、うん、いうの欲しかったんですけど、うん、やりすぎですよ。やりすぎ、これやつはもういっちゃいますから。だから3回でやばいやばいってなってて4回目で優に超えちゃった。これをラスト2回3回ぐらい出したら、うん、あ、行くんじゃないってなったのに、うん、やりすぎです。やりすぎたね、本当に4回でそういうとこ。小田さん、いや知らない、そんなしょうがないでしょ。小田さん、伊地さんどうだったんですか。私安定の、うん、バケ6連
け6年くらいやってからはもう記憶ないですよ、そこからもう、まあ、覚えてないですね。だって別にビッグ飛行機の話は関係ないですから。関係ないですもんね。寝てましたよ、ずっとずっと寝ながら無心でやってましたか、うん、1200枚ぐらいだもんね、今もうちょっとあるのか。そうです、1200枚ぐらい、はい、なるほどね、はい。まあ、私は僕はギリギリのいいラインをいいラインずっと攻め合ってます。いいライン、僕も多分行くんで次回も自由なライブ出るということで、もう来なくて大丈夫また一人やるんで、家でリモートの、はい、私も一人やるんで誕生日ということで、そう、既婚な府中店さんからちょっとプレゼントいただいたんじゃないかな、はい、だから先ほど小沢さんの横に座ってくれてた男性と僕二人でやります、うん、もう仲良くなったんで、あの後もまあまあ、あと白目の練習だけしていただければ練習していただいて大丈夫と思います。ありがとうございました。お願いします。さあというわけで、はい、ピスタチオのエトスパトスロゴスね、はい、チャンネル登録コメント、はい、高評価の方よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけでまた次回も見てね。ありがとうございました。